皆様いかがお過ごしでございましょうか。南風チャンネルでございます。今日もですね、車両をちょっとご紹介していきますけども、ですね、20インチ版のね、南風風味とでもいうのが最近確立されてきたなという頭でおりますので、それに関してちょっとお伝えをしてまいりたいと思います。ファットバイクですね。ファットバイクに関して言うと、スタンドフェンダーキャリアをつけましょうという。で、冬の日常ですよね。雪の中ガンガン走りましょうと。で、毎日通勤とかで乗ってくださいみたいなので、車両をね、ご案内することが多くて。それをね、南風風味というようなタイトルでね、ブログでご案内をしたりするんですけども、最近ですね、このダホンですね、この中折れ式の20インチのね、ダホンとかターンとか、あの辺に、こういう風に、泥除けと、キャリアと、前かごとかですね、アタッチメントをつけるというのが、だんだんこう定番化してきてるなという頭がありますので、それをですね、折りたたみ版のですね、中折れ式20インチ版の、南風風味という風にちょっと呼称したいなという風に思いましてのご案内でございます。で、この車両なんですけど、詳しい人はわかりますよね。これ、ダホンのボードウォークはボードウォークなんですけども、内蔵のね、5段変速、になってます。で、これいわゆる空き棒ダホンではなくて、インターナショナルと言われるね、また別系統で販売されておりますダホンになりますので、これ実はうちで販売したもんじゃないんですよね。で、うちのね、動画なんかをいろいろご覧になって、ね、そういうふうに便利装備、あと付けられるんだったら付けてほしいということで、お運びになりましてね。で、まあ、うちでね、そんなやっちゃいかん作業でもないだろうということで、作業をさせていただくことになりました。で、まずはね、これ、泥除けはついてなかったんですけども、まず泥除けをつけたいということでお運びになりまして、で、つけてね、もう多分1ヶ月ぐらい経つんじゃないかと思いますけども、すごくやっぱり良かったと。日常的に使うね、車両としてやっぱフェンダーっていうのはやっぱ便利ですね、というふうになって。で、ね、おまけに荷物も運べますよ、みたいなことをね、うちの動画でね、繰り返し述べておりましたところ、そっちの方もちょっと興味が湧きました、ということでね、リアキャリアと、この、ヘッドチューブのアダプターですね。これをどうしましょうということでお見えになりまして。で、まあ、ヘッドチューブアダプターはね、今からカゴにするのかバッグにするのかちょっと考えるということなんですけども、リアキャリアはね、値段もそこそこするのでどうしましょうって言って、やっぱしばらくね、やっぱ迷ってらっしゃったんですが、お話聞きますとですね、釣りに行ったりとかをなさるらしいんですよね。で、そういうふうにやりたいよっていう人の場合は、例えばキャンプに行くとか、そういうふうにね、使い勝手の幅も広がることも想定されるなぁと。思いましたので、荷物どさっと積んだりとか、いろんなことができるようになりますから、このターンのカーゴラックってやっぱね、その20インチの中折れ式車両につけるキャリアとしては、もう出色の出来だなぁと僕も思ってますので、それがいいんじゃないですかというお話をさせていただきましたところ、心よくね、じゃあつけましょうということになっていただいたということになります。うちとしてはね、週末のスポーツとしての自転車というよりは、日常的にね、使い勝手の素晴らしいスポーツサイクルというのをね、ご提案したいなと、常々思っておるわけなんですけども、そういう意味ではね、これは本当スポーツ車の、で、なおかつ実用性に優れる。ですから、いわゆるクロスバイクですよね。あれが目指しているところに非常に近い。で、おまけに畳んでなんかできますって、と。いうふうにできる、素晴らしい自転車だな、というふうに改めまして、思うところでございました。で、これをね、どう使っていただくかっていうのはね、そのユーザーさんが今から何していくかということになると思いますので、ね、どんなふうな感じで使ってね、こなしていただけますか、非常にね、楽しみになってまいりました。今のところはね、近場の釣りに使いますということでしたけども、それのみならず、いろんなね、使い勝手の幅を持たせていただきたいなというふうに思います。そっちの、そうしていただくことでね、なんかその自転車人生のね、幅がボン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 広がっていくように心からお祈りをしております。